闘技用の舞台？闘技場の真ん中？あの中からいくつもの…ここで敗れて死んだ連中の怨念が化け物…恨み…そう言われると急…怨念の仲間入りしないように気…すぐに済ませるわよ。逃しはしない。そこをどけ。本気で戦いなさい。わしは遊ぶときすら本気じゃぞ。怨念の…やはり噂通りの…いやはや、声量がほ…油断は禁物だが、ゴーマとの戦い方や同じような種類の敵が集まっているようでしたし、うん、またここみたいな島に行くと。アイフリードのことは残念だったけど、海賊団のみんな、サレトーマは二度と飲みたくないと言ったエレノアは？エレノアも飲んだ後。顔じゃなくて体の方。ああ、うん、元気みたい。ならいい。エレノアが心配なんだね。そんなんじゃない。ボウ、覚えておけ。年頃の乙女は自分の気持ちを素直に出せぬものなのじゃ。ベルベットは年頃の乙女ってこと？マギル、ライフセットに妙なこと吹き込まないで。世に平和と秩序をもたらすために聖霊やメルキオール様の行動もあると…なのに…下がりなさい。お前が…どうかしたのか？おいおい、そんなに怖がるなよ。怖がってなどいません。いや、ため息なんて具合でも悪いのかと思ってな。いえ、きちんとサレトーマは飲みましたから。
えらくまずいんだってな、あれ。別に、それほどでも。お前、何ですか？ゴーマが怖いのか？違います、ゴーマが。憎い。10年前、ゴーマの群れに襲われ、私の村は全滅しました。お前の家族も？はい。たった一人の家族だった母が。残されたのは、母がくれたこの手鏡だけです。こんな思いをするのは、私だけでいい。情けも気遣いも無用です。もう、わかったよ。この地方特有の魚鳥類よ。ペンギョン、お肉がプリプリでトマトシチューに入れると美味しいんです。へー、どんな味なの？あれを食べるなんて野蛮ね。あなたに言われたくありません。母の得意料理だった。世間話はそのくらいにしておけ。バギル、例のグリモワールというのはどんなやつだ？端的に表すのであれば、ふう、はあ、あっそう、こんな感じじゃ。全然わからん。やれやれ、想像力の乏しいお主らに合わせて言うと、グリモ姉さんはアンニュイな勇敢マダムの黄昏的な空気をまとった大人の女じゃ。エルベットやエレノアとは違う感じの女の人ってことかな。違いないよ。うん、探すのは大人の女の人。名前が分かってるんだ。聞こ、そういうことじゃ。なんじゃば、マギルーも大人の女の人でしょ。なのに、自分の気持ちを素直に出せないの？自分の気持ちか。あいにく、とうの昔に砕け散ってしまったのじゃよ。バリーン！気持ちが砕けた。さあ、町の連中に聞き込みを。グリモ姉さんの手がかりはさっぱりだな。あんたが受け取った手紙っていつの話？さて、
去年じゃったか。ふざけ続けるならサメの餌にするぞ。五章じゃ、せめてクラーケンのおやつにしておくれ。なんなら私が食らって。あいつは引き継ぎは全て済ませておきました。着任と同時にあなたの死。助かります。でも姉上の手際と比べられて僕の至らなさが皆に知られてしまいそうだ。バカなことを。あなたにはパラミデスへの派遣もアルトリウス様の期待があればこそです。臆せずいつものあなたでいればよいのです。自分の力を。はい、しっかり務めます姉上。パラミデスへの派遣。この島にそんな施設があったかしら。もう行かないと。道中お気をつけて。あ、そうそう、ハリアのゴーマには注意してください。思いのほか手強く、手負いのものも出ています。心得ました。それから生水は飲まないように。姉上、おせっかいすぎますね。分かっているのですが、どうしても。ハリアのゴーマ、派手に暴れてるゴーマがいるみたいだな。事実なら利用できるかも。それにしても奇遇じゃの。わしらがここに来たタイミングでオスカー参上とは。私を疑うのはわかります。でも証拠があるのですか。証拠はない。でも大魔師のあんたは聖霊の断りとつながってる。わしらには仲間のつながりがないかな。エレノアは告げ口なんてしてないよ。どうかの。お風呂に入る時も監視しとるのか。お風呂の時は僕外にいるからわからないけど。その間に清涼とこそこそ話をするくらいはできるというわけじゃろ。死ぬまで従う約束だったわね。その通りです。お前たちが潰し合っても清涼が喜ぶだけだぞ。厄介なゴーマと裏切り者が一度に片付く。揉めてる間にクリモ姉さんが暴れてるゴーマに襲われるかも。確かに、もう少し町の人に話を聞くのが先決ね。
Thank you.
坊や、気に入ったのかい？聖主雨の地様。ああ、間違いない。俺は雨の地様。見た？怒ってたって。清涼はサウスガンド領で盛んだった。それで雨の地様は話しかけてみたんだが、何を言って。それって土産屋よ。そのやる気のない神様はこの人。おお、ほぼほぼな。おお、なんという奇遇。人間じゃないのかよ。人間とは一言も言っておらぬ。この先のマクレル浜だ。渚で黄昏れておるとは。なんで先にグリモワールが精霊だって言わないの。危機管理じゃよ。どこでスパイが聞き耳を立てておるかわからんでな。綺麗な海だな。ここがマクリル浜か。グリモ姉さんいるかな。私たちが探してるグリモワールも正直あれがライフセットやアイゼントの女。疑問はもっともじゃが。話せる範囲でせつ。なら、前から。おおのー、それだ。いきなりダメなわけ？そのハットのリボン、ピラピラして邪魔だろう。バット！バット！どうして？それも、絶対に。話せないことばっかりじゃないの。なんなら話せるわけ？例えば、僕たちがどんな種族かとか。精霊界における。あ、それき。では、教えてあげ、僕たちは、ノル民族、他の精霊と比べると、自然を操る霊力は落ちるデフが、他者の、お便利パワーアップ精霊ということじゃな。別名、凡霊だ。おお、バット！その呼び方は、ノル民族のトラウマ。どうしてトラウマなのです？その呼び名のせいで平凡だと思われるんです。それがいい。それであなたは妙な話し方をするのです。なんだか平凡な悩みだな。ビーン！ペンギョン、ま、卵を温め、多分そうです。ペンギョンは一夫一夫制で、おな夫婦だから卵が生まれるんだね。でもどうやって。え、それは、あ、
知っていますか、ライフ。鮮魚の卵って大きな殻の中にプチプチ系なんだ。ええ、イクラみたいな食感。魚鳥類食べるんだ、あんなに。残酷ではありますけど、ペンギョンのもも肉とプチプチ卵をご飯にのせた他人丼に見せかけた親子丼は絶品なんですから。ネーミングに野蛮さ。私がつけたんじゃありませんけど。卵美味しそうだけど今は取らないであげようね。あれってクリモ姉さん？あ、行っちゃう！ドラゴン！いや、でっかいトカゲゴーマだ！ダイルの仲間？バランクスレイド！増減客、容赦しない、消えない傷を刻んで走ろう。リートルペイン、ここだ。食らい尽くす増減客、とどめバランススライド、ジュラマチック。邪魔するなら始末する。フーと同じ種族の精霊でしょうか。あんたがグリモワール？うん。頼みたいことがあって探してたんだけど。ああ、あんた誰？ベルベット、魔女の知り合いよ。あ、そう。グリモ姉さん、ご無沙汰じゃの。ご無沙汰でふー。ああ、あんたたちどういう関係なんだ？魔女の修行をしておった頃の先輩じゃよ。で、なかなかに興味深い古文書があっての、その解読。へえ、あんたが他人に肩入れなんて珍しいこともあるもんね。暇つぶしにちょうどよくての。私は暇じゃないけど。みー、グリモ姉さん、そこをなんとかお願いでふー。そういうのやってないから。うん、残念無念、引き受けてはもらえぬか。やる気なら出させてあげるわよ。やれば。脅しじゃないでしょうね。あんたみたいな目をしたこと関わるととんでもないもの背負わされるのよ。この年になるとね、そういうのは重くっていけないわ。何歳なんだ？それ以上踏み込むとあんたのケツに花火突っ込むよ。おう、これは失敬。取り付く島がないようだな。南の島なのにごめんね。古代語、どうやったら読めるようになる？勉強する本とかあるかな？へえ、自分で勉強して読む気？僕、本が好きだし、昔のこととか知りたいし、必要なんだ。坊や、ずいぶん熱心じゃない。坊はベルベットの役に立ちたいんじゃよな。うん、授業料高いわよ。教えてくれるの？うっそ、けなげさに免じて読んであげるわ。古文書はどこ？これです、グリモ姉さん。
姉さんはいらないか。あ、はい、姉さん。姉さんはいらない、うん、さて、どんな本なのかしら。古代アバロスト語。また厄介なやつね。痛みもあるし、ささっと可能な限り急いで。急ぐにしてもこんなところじゃ、なんだ、落ち着ける場所に移ろうぜ。さっきの失言忘れてあげる。この先にハリアって村があるわ。おお、かたじけない。さっさと行きましょう、そのハリア村とやらに。ハリア村、オスカーたちが話してた凶暴なゴーマがいる村では。かもしれん。警戒した方が良さそうだな。あれがハリア村よ。皆の者、宿屋へ向かうのじゃ。休みたいんだけど、部屋。ええ、ちょうど掃除が終わったところよ。じゃあ解読を始めるわ。姉さんが集中できるように俺たちは外で待とう。あの、僕古代語勉強したいんだ。ボエア、今なんて言った。静かに。じゃなくて、あたし。グリモ先生、姉さんはいらないって言ってたから。それ気に入ったわ。あんたに古代アバロスト語を教えてあげる。ありがとうございます、グリモ先生。話はついたみたいね。何かあったら声をかけて。グーリモ先生とは姉さんと呼ぶなと言われたから他の言い方を考えたんでしょ。それだけ解読を手伝いたかったってことさ。自分ってやつが出てきた。そうね。暴れているというハリアのゴーマはこの村とどんな関係があるのでしょうか。さあね。村でゴーマ病が発生したのでしょうか。でもここはお清涼の警備を引きつけてくれるなら。目的のためなら何だってあんた含めてね。よく知ってるでしょ。解読には時間がかかるかも。ある程度は覚悟してるわ。それだけの価値はあるはず。いや、古代アバロスト語は文法や単語を知っていれば読めると。じゃあどうやって読むわけ。詳しくは分からんが。直感か。土着信仰を排除するとは。自分たちの断りを解いて回るのに。小耳に挟んだ話じゃと。アメノチ様の封鎖ならともかく、
奪ったりすれば何か理由があるのかしら。ま、どうでもいい。ふん、古代アバロストゴってほんと終わった恋を引きずる男並みに面倒ね。クリモ先生でも革新っぽい一行がどうにもはまらないのよ。教えてもらった読み方だと、読み方は合ってるけど単純に現代語に変、トマトとナスは言語構造が現代語と全く違うから語順を変えたい、言葉の入れ替え、ポチョムさん、ここに同じ言葉が並んでるから繰り返しっぽいし、ポチョムさんが繰り返されてる、聖主、そうか、これがカノヌシのことなんだわ。これはその法則だとする。どうやらこの本にはカノヌシのことじゃな、肝心なのは歌の内容。解読少しは進んだ頃かしら。宿に戻ってみるか。古文書の解読は進んだ？ええ、坊やのおかげでね。グリモ先生の教え方が、そんな風に言われると本気になっちゃいそう。は？さて、坊や、読んであげて。古文書に。はい、先生。歌？八つの首持つ大地の主は、七つの口で汚れを食って、無名に流るる血の脈伝い、四つの聖主に裂かれても、ミーツに通じる人あらば、イミナの聖主、心は一つ。イミナの、クーマ。カノムシを表す図と数え歌。もったいぶらずに、その注釈ってやつを教えて。ごめん。まだ数え歌の歌詞しか、解読できてないんだ。そう、全部解読するにはかなり時間がかかり、だが清涼の目的と狙いを知るためには重要、清涼の目的と狙い、歌詞だけでも得られる情報は少なくないと思います。図にある首は全部で8つ、一本が本体、七つの口は汚れというものを食し、血脈経由で本、そういう性質を持つ七つの魔物を、クーマと呼ぶ。はい。汚れが何なのかはわかりませんが。後半部分はどう考える？古代史はあまり詳しくないのですが、この世界を作ったのは、治水家風の四聖主と言われています。でもカノヌシも聖主と呼ばれている。カノヌシと他の四聖主の間に争いが起こり、カノヌシは封印されたのではないでしょうか。じゃがミーツ、神の意向にかなうものがあれば、クーマは何度でお眼鏡にかなった同志アルトリウスがカノヌシを覚醒させようとしておるとすれば、なら七つのクーマを探し出してカノヌシの首を潰せばいい。だがクーマはどこにいる？この歌によれば、クーマとカノヌシの本体は血脈で繋がっている。クーマがカノヌシに餌を送る口なら、血脈点に配置するのが最も効率がいいはずだ。血脈点？血脈の力が集中する特別な地のことじゃよ。この印の場所って、ねえ、この虫がいた場所に、結界があったよね。まさかこの虫がクーマだと？
いえ、だとしたら清涼が捕獲していた説明がつく。あと離宮にも同じ結界があった。あれもクーマ。クーマの姿はそれぞれ違うってことか。ローグレスへ行って確かめるか。解読を始めたばかりだし、焦って無駄足を踏みたくない。古文書の中身をもう少し知っておきたいとこだけど。何か気になるのかい？クーマが生え変わるっていうのがね。あっ、ワーグジュリンの時と同じ感じがした。この方角は聖主アメノチの聖殿パラミデス。今は聖霊の施設じゃったか。聖殿や祭壇は霊的な力に満ちた場所に作られると聞いたことがあります。地脈点を意味している可能性はありませんか？地脈点は世界中に数多くある。クーマが7体ならほとんどの場所は外れだ。しかし決定的な手がかりもない。可能性があるなら行ってみるべきじゃないか。解読を無意に待つ気はないわ。ライフセットの感覚の正体もわかるし。ひょっとしてだけど、クーマを殺すと何？
どの道確かめないとわからないか。いいえ、気をつけていってらっしゃい。ベルベットのゴーマシュ、あの謎だらけの武器はいずれは清涼にあだなすもの。ここは冷静に分析しておく必要がありますね。突然変形して何でも食らうあの破壊力、手で食らうという感覚、あのゴーマシュは包帯を食らわないのか、あるいは包帯に特殊な術がかけられているのか。同様にあの服装にも注目せねばなりません。あれほどにボロボロな服を着ていることには抵抗があるはずなのに、買い替える素振りもない。裏を返せば、あの服に思い入れがあるという証。上着もよく見ると大きすぎて。まるで男物！もしかすると、あれはベルベットにとって大切な人との思い出な。なら、服装に触れるのは無神経ですね。こう見えても私は裁縫は得意。ここは買い替えよりも修繕を進めるべきかも。見たところ、針の通りにくそうな素材でしたから、かなり骨の。敵が強いほど私は燃えるタイプ。などと言うと、アルトリウス様には叱られてしまうでしょうが。誰に叱られるって？あ、は、はい！その、お裁縫を！あなたのその服が破れているので、縫いましょうかなんて言ったら叱られますよね。え？私の服？あ、いえ、いつも気にしてるわけではありませんが、時々気になるというか。裁縫得意なの？ええ、性格は不器用だと言われますが、手先は器用なんです。そうなんだ。なら、必要な時はあんたにお願いするわ。任せてください！あんた、どうしたの？私は寒いのも暑いのも平気だけど、あんたはに。あと、汗かきっぱなしだと風邪ひくし、気持ち悪いだろうから、そういう水浴びなり、お風呂なり、遠慮しないで、今まで通りやった方がいいわ。男連中は、そういうのに気づく。あ、案外普通なのですね。服装のことは触れずに置くのが良さそうですね。同じ。あんたは？宿の娘です。あの、パラミデスへ行くと話されているのを聞いてしまったのですが。清涼に通報したのか？通報？タイマシ様がご一緒なのに？用があるなら、タイマシ様に言って。母親はアメノチ様の巫女マヒナさん、娘
雨の地様の巫女ということは。はい、雨の地様の聖殿が接収されてからマヒナさんは何度も聖領に抗議しました。でもある日帰ってこなくなって、そしてモーナきっとマヒナさんを探しに行ったんだ。その二人が聖領の施設にいると。いえ、でもあのマヒナさんがも巫女の後継者として厳しく育てていましたが、抗議のことはお許しください。どうか聖領できる限り調べてみましょう。ありがとうございます。私も母と二人で育ったものですから。一言、親子か。行きましょう、タイマシ様。エレノア、親子の件は私が個人的に。それはいい。では私が聖領の計画を潰そうとしてるのに、なぜ積極的に古文書の解読を手伝うの。私が故意に誤った方向へ誘導。そうなの。そんな罠でどうにかできるほど愚かな相手とは思った。私はアルトリ、今この世界で悔しいけど、私は真実を教えてもらえるほど信頼を得ていませんでした。だったら自己分析はできてるのね。聖霊が表の道なら、あなたたちは裏の道だから。私たちに嘘を。はい。真実があんたの信じていることと。今ははっきり言うのね。けどもうしばらくは協力できそうね。ええ、今は。俺もお前に聞きたいんだが。何？クーマについてだ。お前前に自分のことクーマだって言ってたよな。何か知ってるんじゃないのか。知らない。アルトリウスがそう言ってただけだから。気にならないのか。あんたは気になるの。いや全然。お前が気にしてないならそれでいい。妙なやつばかりね。シアリーズが私を選んだ理由は、おそらく。一気に片付ける。ガンガジャスイ。ここだ。ナイス。攻撃する。ここね。ブレイクマッチ。再び。前進。ケインコマン。ここだ。ナイス。容赦しない。消えない傷を刻んで吐けろ。リーサルペイン。ここだ。ゴール。ナイス。ここだ。切り込んだ。双剣客。ここね。ブレイクマッチ。ここだ。ナイス。容赦しない。消えない傷を刻んで吐けろ。リーサルペイン。そこだ。砕けちゃくる。そこだ。切り込んで。そこだ。切り込んで。双銀脚つむじゲット。そこだ。砕いつくす。そこだ。切り込んで。連装強靭。そこだ。切り込んで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 。そこだ。切り裂く。冷凍空戦。そこだ。
刻んで当てろ。リーサルペイン。その程度で。ゴーグティアン。総合格。そこだ。食らい尽くせ。そこだ。切り裂け。そこだ。切り裂け。そこだ。食らい尽くせ。とどめ。ラバティレーザー。そこだ。食らい尽くせ。容赦しない。消えない傷を刻んで当てろ。リーサルペイン。逃げられると思った？いるが、お前に言われたくは。
磯場が続くな。ナマコを踏みつぶさないよ、気をつ。は？いや、ナマコを踏むとすごいことに。ええ。まあ、あの内臓をしよう。あれを食べるんだ。ナマコ程度、今さら何でも。ナマコはともかく、サンゴ。はい、サンゴも生き物ですから。宝石になるお宝だから。そういう意味じゃない。同じ磯場でも、マクリル浜と。そういえば、マクリル浜は海岸だが、波に削られた。それもあるが、ほとんどは長く触れていると。なるほど、サンゴに触ると。そっちの注意を早くしなさい。クワブトは夜行性だから。それでいつまでクワブトの新種の虫というか、ビエンフーも虫が好き。もちろんカブトもクワガタも好きでぐよ。そうなんだ。でどっちだ。難儀な問題で。でもさっきマギル姉さんが判別。そんな方法があるの。僕が判別したらクワブトの名前に僕の名前も入れてくれますか。かっこいい虫に自分の名前がつくなんて。それにこの判別を行う者には名前を入れてもらう価値。お願いでふう。僕も君と同じ。そこまで言うなら、うん、いいよ。ありがとうでふう。じゃあ教えるでふよ。虫を出してくださいでふ。マギル姉さんが言うには、虫の背中の羽を開いて内側の薄い羽の匂いを嗅ぐんでふ。カブトムシやクワガタの薄い羽ってかなり臭かった記憶があるんだけどな。そんなに臭いんですか。試してみるか。いえ、遠慮しておきます。ビエンフやめた方が。あ、やっぱり虫の名前を独り占めしたくなったで。ストロングブレイクな刺激ならカブト、デンジャラススパイシー。でもやらせてやれよ、自己責任。僕が判別するで。おー、ビエビエンフーが目を開けたまま気絶し。姉さん、羽の匂いを。なんか悪夢
どうだ？何か感じるか？ライフセット。うん、清涼の施設の方角、さっきより強くなってる。派手に暴れておるようじゃな。この混乱に乗じるわよ。では抜けない勝負。
Thank you.